はい、皆さんこんばんちは、満天さんです。配信遅れて大変申し訳ございませんということでね、早速見ていきたいんですが、今回ね533回、G セットでこういう結果になっております。今回ね G セットだったんですけどね、そうですね、セットの傾向といたしましては、どちらかというとね収束というか、まあ G セットっていうのはまあ特に3の列が出やすかったんですけど、今回はね、3の列が一つも出てなくて、まあ逆にね2と4の列がまあ3つ出てずつね出ているというようなね、ちょっと偏ったような感じで出てます。そうですね、他にも、そうですね、特徴的な出方は、そんなにしてないんですけど、まあ今回ねちょっと注目していただきたいのはね、そうですね、ここですかね。まあ今回ね出た4と9っていうのはそうですね、前回前々回に続いて3回連続で出てるというところなんですけど、他にもね、11番も、そうですね、前回は出てないんですけど、その前のね、と、その前でね、出ているというところで、結構ね、この辺偏って出てるんで、ちょっとね、注意してみていただきたいんですけど、あとはですね、そうですね、今回出た37なんですけど、これもね、ちょっと飽きそうだったんですけど、出たというところと、あと2番もですかね、こちらもちょっと、飽きかけてきたところで、出たというところでね、この辺のちょっとなんか、形も見ていただいたら分かると思うんですけど、出たというところですかね。比較的、偏って出るっていうような傾向が、ありますので、その辺ね、ちょっと注目していただきたい。この辺とかもね、もしかしたらちょっと27とか、この辺とかもね、もしかしたらこの辺でもしかしたら出るかもしれないですし、また逆にね、ちょっと飽き始めてるやつがそろそろ出るかもしれないというところでね、この辺ちょっと注目していただきたいね。4とかはそうですね、もう直近の10回ぐらいで言ったら6回ぐらい出てるんで、こういったところとかね、逆に飽き始めてるところがポツッとね、この36とか37みたいな感じで出るかもしれないので、この辺もね、ちょっと注目していただきたいですね。23は今回も出ず、さらにね、ちょっと間空いてるんで、この辺もちょっとね、ちょっと注目していただきたいと思います。ということでね、来週の予想ですけど、こちらがね、偏りのある数字となっておりまして、こちらが、セットごとの予想となっておりまして、こちらが全体的な予想となっております。まだね、データご覧になりたい方は、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。ということで、また来週、さよなら。